だけお願いします。僕今ちょっと怪我してるんですけど、これは僕の役目なのでやらせてください。じゃあ皆さんの今日は手応援のおかげで天皇杯アスルクラロ歴史に歴史を刻むことができました。次は京都サンガと試合になるので、厳しい戦いにはなると思いますが、熱い応援をよろしくお願いします。Thank you.